皆さんこんにちは、神木です。今回はこちらのミトン型の手袋の作り方をご紹介します。一色タイプと、あと裏の色がちょっと出る二色タイプの2種類あります。まず一色タイプの作り方です。こちらは 7.5 センチの紙を使っていますが、こちらのために12センチの紙を使います。まず三角になるように折ります。開きます。向きを変えてもう一度三角になるように半分に折ってください。次に上の角をここの中心のところまで折ります。次に今ついたこの折り筋を下の線に合うように折ります。ここがまっすぐになっていることを確認してください。次にここの幅の半分のところまで下の角を折ります。次にここに合わせて折ります。こちらの角がここの線と合うようになります。反対側もここに合わせて折ります。次にこの部分を折ります。ここを全部こちらまで折らないで、少し隙間を空けるように斜めになるぐらいのところで折ります。上の角を少し折ります。裏返して、ここの角も少し折ります。それで一色タイプのミトンの完成です。次に二色タイプのミトンの折り方です。二色タイプも途中までは一色タイプと同じです。まず半分になるように、三角になるように半分に折ります。開いて向きを変え、もう一度半分に折ります。上の1枚の角を下の線に合わせ、中央に合わせて折ります。今折った線をずらして、ここの線とここの線が合うように折ります。この真ん中のあたりまで下の角を折ります。この線に合わせて端を折ります。反対側も折ります。ここまでは一色タイプと同じです。二色タイプにするために一度開きます。こ
ここも開きます。裏返します。今ついているここの折り筋を使ってこちらに折ります。先を中に入れ込みます。次にこの部分をこの線に合わせて折ります。裏返して一色タイプと同じです。もうすでに折り筋がついているのでそこで折って、反対も折って、最後はこの部分を斜めに折り上げます。上の角を折って、繰り返してここの角も少し折ったら完成です。2色タイプができました。チャンネル登録やコメントもお待ちしています。ありがとうございました。